んなに俺が岡田とやりてえさ、そんな気に食わないのか。追いかければ追いかけるほど離れていくあいつとの距離。大原はじめ共に汗を流しプロレスラーになるため切磋琢磨していた盟友、新日本プロレスレインメーカー岡田和親と戦うため同門である外道との一騎打ちに挑んだ大原。目の前の相手を倒せば岡田にたどり着ける。しかし結果を出すことはできなかった。必ずだ岡田、レインメーカーの名前を二度と口にすんじゃねえかお前。初めから簡単に実現するとは思っていない。俺は絶対に諦めない。諦めなければ道は開く。何でもいいよ、世の中の昼全部来いよ。俺と来いよ、潰せよ俺のこと。次々に立ちはだかる難敵。大原の気持ちを嘲笑うかのように岡田戦への道を阻んでいく。試合に負けても心は折れてねえぞ、心は折れてねえぞ。おい諦めねえからな。世界中のヒール全部来いよ、俺を潰してみろ。戦前の大原の言葉にこうしたかはわからないが、突如現れた仮面の男、プロレスリングノアマイバッハ谷口。ああわけわかんねえよ、誰だ。なんだよ、意味がわからない。なんでなんだよ、どいつもこいつも。この襲撃から数日後、プロデューサーの田尻は大原とマイバッハのシングルマッチを発表した。なんか田尻さんが丸口さんと話したらしいんですけど、俺もね話したいぐらいですからね。こっちやられてるわけだからね、いろいろ思うとこありますよ。そりゃ俺何するか分かんねえ。岡田と戦いたい、ただそれだけなのに。不満を募らせた大原が静かに口を開いた。ハードコアルール、ルール無用マッチっていうの、そういうの、やったらいいと思うんだよ。俺は喧嘩だと思ってるからさ、普通に、武器でも何でも使ったらいいと思うし、俺もそれなりにねやるから。もう抑えることができないこの怒り、邪魔する奴は誰であろうと許さない。ルール無用喧嘩マッチしようぜ。ハードコアマッチ、大原はじめ対マイバッハ谷口。